エビリンチャンネル。みなさんこんにちは。こんにちは。みなさんお待ちかねのビームの時間です。心の準備はよろしいでしょうか。では目を閉じてエビリンビーム。はい、これで今日もあなたの心にビームが注入されました。以上です。さよなら。いやさよならじゃないですよ。あら、もう見てください、これこれね、うん、物語をちょっとだけ伝えていい？いいよ。今回ここにあるものというのは、いわゆるデパートで買った日焼け止め、うん、まあ私の中ではデパートで売ってるからデパコスっていう分類にするんだけど、デパコスの日焼け止めを私のアシスタントちゃんにね、うん、お願いして、SPF が50プラスで、うん、そして PA4+、これを満たしてるデパコスを全部買ってこいっていう指令を出しました。そして天下の伊勢丹様にアシスタントちゃん行って買ってきてくれたのね、うん、でね、普通は本当にデパコスって例えばこういうちっちゃいものを買ったとしても本当にうやうやしい感じに包まれてショッパーにこう入ってくるじゃない？はいはいはい。でも途中でデパートの方気づいたみたいで、そういうタイプじゃないなっていうので、うん、帰ってきた時には全部の伊勢丹様のチェックの袋にこれと箱、それだけでお帰りになりました。なるほど。はい、なのでこれだけ買いましたがショッパーゼロ。すごいですね。でもなんかアシスタントちゃんがなんかすごく気分良かったです。間違いない。だって端から端までも歩きまで全部買ったってことですか。そうで、なぜか途中で売り場のなんか責任者みたいな方がお手伝い係としてついてくれたみたいで、ビッグになったみたいですごい新鮮でしたみたいな感じで嬉しそうだった。帰ってきたんですね、うん、去年デパコスやってないんですよ、うん、まあ、今回はねすごいから先生に買ってもらって、今回おいくらだった？47万円です。日焼け止めに。はい、デパコスだけで。はい、47万円。はい。すごい。先生これ全部試したんですよね。もちろん。皆さん見ていただけましたでしょうか。私がもう何時間かかってる、総時間って言ったらもうよくわかんない時間をかけてひたすら試すっていう非常に地味な YouTube がありますので、もしよかったらそちらをチェックしてください。はい、はい、そうですね、今年は、まあ、去年なかったデパコス、うん、まあ、ドラコスケミカル、うん、ドラコスノンケミカル3つに分けて紹介していきたいと思います。で、総集編も含めて、まあ、4つで紹介できたらなと思ってます。これだけでもデパコスしか置いてないので、かける何個あるんだろうっていうぐらい置いてあるんですけれども、うん、まあ、一旦デパコスからいきたいと思います。まずですね、第5位から。第5位はででん、こちらです。ジョルジオアルマーニクレマンデラ UV モイスチャライザーです。おめでとうございます。はい、こちらですね、日焼け止め乳液です。で、SPF50+、うん、PA4+ 30ml でお値段なんと12,000円。もうブルジョワって感じ。これは単純にね、成分的なものとか塗り心地とかで良かったなっていうのはあるんだけれども、日焼け止めって大切なのはちゃんとした量を塗れることっていうのが大切じゃない？そうですね。そうすると 30g くらいだとこれって1ヶ月で1本終わる計算になるんですよ、お顔だけでね。つまり毎月皆さん日焼け止めってたかが日焼け止めって思いがちじゃん、うん、服も買いたい、美容院にも行きたい、ネイルサロンにも行きたい、うん、色をつけていくメイクも買いたいの中のたかが日焼け止めに12,500円をかけられるかっていうところがもうグーってくるよね。じゃあ成分ですね、主成分、はい、サリチル酸エチルエキシル、うん、白浮きは、なし、油っぽさはすごく油ではない、伸びは5段階でマックス5です、
すごくいい、ヨーロッパのおしゃれな匂いがすると先生はおっしゃっておりました。なんかね、ヨーロッパのおしゃれな匂いなんだろう、わからない、だってヨーロッパもだいぶ行ってないもんね。そうですね、なんか先生がこう注目されてたので、パウダーフィルターをカプセル化することで透明感のある仕上がり、アンド白浮きしにくいっていうところに着目しましたよ、ライブ配信ね、ね、あと多分予想なんですけど、これ空気が入らないようになっているタイプのチューブ、エアレスチューブっていうものだと思います。だからこれもある程度使ったのでわかるかな、こうちょっとへっこんできてるんですけれども、チューブでもただのチューブじゃないんで空気が入らないから劣化しにくいエアレスチューブを使ってるんじゃないかなと思います。まあブルジョワって感じ。成分的には過酷な環境を生き抜いてきた植物、リバセンタリスが肌のメカニズムの要であり、再生プロセスに重要な役割を担うタンパク質 PRGP を活性化し肌の質を高めます。なんかそういうのが入ってるから高いのかなって思うんだけど、ってことはよ、エリリン結構過酷な人生生きてきてるから、エリリンエキスを使った化粧品使ったらそれすごい高値で売れるってこと。そのエキスで皆さんもう活性化しちゃうかもしれない。私はいいかな。そう。砂漠でも耐えられるかもしれない。砂漠でも。第4位は、ででん。こちら、イヴ・サンローランオールジュ UV50 です。おめでとうございます。おめでとうございます。これ日焼け止め、メイクアップベースです。SPF50、PA4 プラス、30ml。お値段なんと1万2000円です。先生はトーンアップ系使わないじゃないですか、まさかのトーンアップ系が食い込んできたという。そうなのよ、珍しいタイプ。なんか嫌じゃない感じ、なんか白くなるというよりはパール感っていうの、グリッターまでもいかないけど白くならない輝きみたいなね、ツヤっと。でも去年のトーンアップは本当に死体の色になってたのよ、私がそんなに影響力があるとは思わないんだけど、死体死体って言ってたからかな、去年死体って言ったブランドの色合いがそんなに死体じゃなかった。おお。だからトーンアップも頑張ってきてるよ。なるほど。成分はメトキシシケイシ酸エチルヘキシルです。で白浮きはなし、油っぽさは若干あり、伸びは5段階中4段階です。ただですね、匂いがちょっと原点ポイントって書いてありますね。そう、まるでシルクに包まれているような至福の潤いで肌を満たす日焼け止めっていうのが詳細で書いてあるんですけど、なんかね、肌がマリー・アントワネット、だから肌がマリー・アントワネットのどういうこと？わかる？もうこれからは、イヴ・サンローランの日焼け止めを検索したかったらイヴ・サンローランマリー・アントワネットで検索するとこれ出てくると思う。これね、どういうことかっていうと、私がマリー・アントワネットなわけですよ。マリー・アントワネット様は自分でお風呂に入ったりなんてしないわけですよ。橋本みたいな感じなわけですよ。なるほど。で、橋本って任せた後に橋本が一生懸命やってアントワネット様終わりましたって言った時にこれ、これそのふーんがこれね。そう。なるほど。だからこれマリー・アントワネット高評価で、これとこれは割と少し油っぽさはあるから、乾燥肌の人の方がいいと思う。顔が油田みたいでとか油っぽいものをつけるとしばらくメイクできないとかメイクよれちゃうっていう人はあんまりおすすめはしないですね。なるほど、後期の日焼け止めです。後期です。ブルジョワとマリー・アントワネットでした。第3位は、RMK UV フェイスプロテクターアドバンスドです。おめでとうございます。
めでとうございます。おめでとうございます。これ日中用クリーム日焼け止めです、SPF50 プラス PA4 プラス 60g で、なんと3500円です。お得だって今まで 30g で 1万2000円だったのが、なんと奥様 60g で3500円です。はい、茶番でしたね、茶番最近好きなんです。これまあ評価でいくとですね、成分はまたまた、メトキシシ、ケイシ酸、エチル、エキシルと酸化亜鉛です、で、白浮きはなし、油っぽさはなし、伸びはですね、5段階中マックス5です。今年リニューアルしてて、好きな塗り心地って言ってました。あと日焼けを予防しながらスキンケアしたい方にも、あとはですね、水分を含んだジェルクリームが汗や乾燥からも肌を守る、スキンケア成分配合、石油なし果汁発酵エキス、セージ派エキス、ニーム派エキス、茶葉エキス、オリーブ派エキス、ベビーピーチエキス、ロイヤルゼリーエキスっていうのが入ってるです、ボタニカル系だから細かくどう美容成分として効くのかっていうのがちょっとよく分かんなくなってくるんだけど、まあでもそういう意味でたくさん美容成分入ってるんだろうなっていう感じですかね。2番目がエタノールですね。そうなの、やっぱりこの疲れやすいっていうのって、この塗った時のこうサラッとした感じを出す方法っていろいろあると思うんだけれども、割とこう塗り始めの時にサラッてして、あ、いい感じだなって思うものって最初の方にエタノール入ってるものが多くて、でそういうのって肌が弱い人だと荒れちゃったりするので、肌が敏感な人はやっぱりエタノールが入ってると良くないかもしれないので注意してみてください。次、第2位の発表です。2位はエスト UV プロテクトセラムです。おめでとうございます。これ日中用美容液です。SPF50 プラス、PA4 プラス、40g で1万円です。デバコス的な価格だねって感じ。そうですね。アレルギーテスト、肌が敏感な方の協力にパストテスト済み、独自開発成分 BP コンプレックス、保湿でローズマリーエキス、ボタンピエキス、ボダイジエキス、消強エキス、グリセリン、BG。グリセリンと BG はどうでもいい保湿剤さんだね。でもまあそうやって美容成分が入ってますっていう感じなのかな。そうですね。でまあ詳細でいくと、まあこれもですね、主成分はメトキシシケイシ酸エチルエキシル。メトキシケイシ酸エチルエキシル。はい。あと酸化亜鉛。で白浮きはなし。油っぽさなし。伸びはマックス5の5です。ちょっとね。最初すごい水っぽい、なんかね、最後に油がいってくる。あと面白かったのが、裏に使用の目安が書いてある親切でもね、今年多い気がする。この裏側に使用量の目安っていうので、こうなんか丸が書いてあるものが去年はね、多分ほぼなかったと思う。だけど今年は結構出てきたから、もしかして私たちが適切量を塗ることが大切って言ったからかな。気になる方はぜひ YouTube を、この YouTube だよ、一番伸びてる YouTube、じゃあ最後いっちゃいますか。いっちゃう前に今年のデパコスの特徴、はい、言ってみたい。どうぞ。なんか去年流行りだったブルーライト対応とか近赤外線対応っていうのを広告的に押してくるのがすごく少なくなりました。なんでなんですか。あんまり見ないの、その言葉を。見なくなったのね。それはもう書かなくてもいいほど、どこのブランドも全部そこを対応してるからなのかどうなのかわからないんだけど、去年は絶対書いてあったじゃない。書いてありました。そう、近赤外線ブルーライトにも対応ってあるんだけど、それがなくなりました。でその代わり今年よく見かけたのがフリクションプルーフ。
で、フリクションプルーフっていうのは何のことかなと思って調べてみたら、PM2.5 とか、ホコリとか、空気中の微粒子、こういうものからお肌を守りますよっていう意味で、ウォータープルーフとは別の概念で、フリクションプルーフっていうのを書いてくるところがすごく多かったです。なのでこれが今年の化粧品業界のドンみたいな人たちが密約してる、密約してるんですね。なんかドンが4人ぐらい集まってさ、はい、今年の流行りなんですよ、フリクションプルーフかな。そうだな。そうなのかなって。なるほど、でもそんなドンたちにやられましたね。そうですね、1位ちょっとドンにやられてしまった商品でございますが、はい、紹介しちゃっていいでしょうか。はい、そんな第1位はででん、はい、コスメデコルテサンシェルターマルチプロテクションです。おめでとうございます。これ日焼け止め乳液です。SPF50+ PA4+ 35ml でなんと3000円です。デパコスじゃないくってもいいかもしれないぐらい価格のデパコスっていう、ギリデパコス価格なのかな。やっぱ安いのがお好きで、やっぱり使うことを考えるとね、安いのがお好きで、とあとまだやっぱりマリー・アントワネットとかは、ちょっと綺麗に合わないのかもしれない。やっぱりあの絹より木綿みたいな感じ。あのくったくたに洗った綿の T シャツとかが一番着心地いいもん。それと同じ？そう。そうでしょ。詳細いきますよ。はい。シュセルさん、メトキシリケイヒさん、エチルエキシルです。うん、白浮きなし、うん。油っぽさなし。伸びはマックス5の5です。でなんとこれアットコスメ上位らしいですよ。ちなみにアットコスメ1位っていうのかな、オール用ボーテですね。これはあれですね、なんかデパコスとかで分かれてないからちょっと難しいね。そうですね、うん、1位ランコム、1位ランコム、ベルトのクローズ、それだ、これか。今現状のね、ちょっとリリリンのお気にはしませんでした。はい、はい、そんな感じで、まあ、1位がそれだったんです。うん、みずみずしさあふれる心地よいタッチでお肌に馴染み潤いを守ります、うん、アレルギーテスト済み、乾燥や大気中の微粒子といった環境ストレスから守り、張りのあるしなやかな肌に導く。そう、これがフリクションプルーフ、今年のやり、はい、まあドンが決めたやつですね。そうですね、あとはまあ保湿成分、ローズマリーハスリー、ローズマリーハエキス、グリセリンマリーコー、うん、あとこれ洗顔力やボディ洗浄力を落とせる。うん、香りはフレッシュハーバルグリーンフローラルの香りだと、うん、まあ、嫌な香りは別にないかなっていう感じですね。今年デパコス初めてやってますけど、うん、デパコス1位はおすすめです。デパコスってでもほぼほぼ全部ケミカルなんだよね。もうほとんどノンケミカルってなくって、なんでだろうって考えたら、ノンケミカルって私もいろいろ化粧品作っている身なのでわかるんですけど、例えば白浮きをしなかったりとか、油っぽくならなかったりとか、この使った時のテクスチャー感、まあ、私がよく言うジェルとか水みたいに肌にこうスーって染み込むようなのが作りにくいんですよ、というかほぼ作れない。でそうなるとやっぱり化粧品っていうものを考えた時に、主役って日焼け止めじゃなくてメイクするものじゃないですか。だからこのメイクするものの邪魔にならないものが日焼け止めとして優秀ってされるんじゃないのかなと思って、だからデパコスっていうのは基本的にはさらっとこう馴染むような性質を作りやすいケミカルが主体になってて、でそのさらっと馴染むためにはちょっとお肌に刺激はあるかもしれないけれども、エタノールとかを頻用することがあるんじゃないのかなっていうふうに考えました。だからスキンケアとしての日焼け止めっていうよりは、この後に控えてるメイクを邪魔しないための日焼け止めっていう位置づけなような気がしました。
ってみて調べてみた感想ですね、うん、はい、ぜひ参考にしていただけたらと思います、はい、そして一個一個を試した YouTube は別のところにありますので、そちらを見ていただければ、まあ、その時の私の気分で言ってるんで性格がどうかっていうと悩ましいんですけれども、ぜひ見てみてください。皆さんが使われてるのあったかな？あるでしょう、こんだけあれば。でもね、私の好きなこれがないっていうのとかはコメントにいただきまして、それは申し訳ないっていう文句は伊勢丹に言ってくれっていう感じですね。大体100万かな、ちょっと限界かなあとこれをどうするかっていう問題ですよ。手分けして、分けましょう、うん、このままだと私日本で一番日焼け止めを持っている女になる。いや、むしろよ、むしろ私の方が持ってるよっていう人いたらコラボしてみたいよねでお互いさ、なんか持ってる日焼け止めの中でちょっと五番勝負みたいな、先方どっちがいいかカードゲームみたいな。そう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 、そういうのをしてもいいかもしれない。募集しましょう戦える人いたら、はい、いいだろうん、これに続くドラッグストアコスメ版が地獄だったからね。そうですね、これから